はい。では、レッスンに行きます。ドンどとレッツですね。今度は、 しないでっていうのとしましょうっていうどっちなんだっていうなんですけど、<laughs> はい。<laughs> 命令したりなんかやめてくれとか、レッスン25では、えー、命令とかあのお願いというのをやりましたけど、今度はしないとかしましょうとか、誘ったりし、命令文の前に否定を置くっていうやり方をします。はい。まあ、してくださいばっかりじゃありませんから、しないでっていうことも私たちは日常的に使いますんで、あとしましょうって誘ったりもしますよね。そういったことをします。はい。これも命令文の一種なんですけど、相手にしないでなんとかしてはいけませんとか、やめてほしい いいこととか禁止を伝えたいときには簡単です。どん d どん t だけ d どんとって言う人もいるんですけど、eat here. ここで食べなさい。ここで食べなさいっていうことはあまりないあ。でも、犬とかにいますかね。犬、犬にはないから。<laughs> どこでもかしこでもなんか道端とかでも食べる人とかいますよね。うん、その人には、じゃあここで食べなさい、ちゃんとみたいな。感じですね、い e r e って言うかもしれませんけど、えー、今度はここで食べちゃいけません。どん eat い e r e d どん t e a い here そうですこの怖いママがこの子図書館で食べてるのかな図書館でこのお皿に乗っけて食べるとかすごくないですかなかなか準備がいいです、ね。なかなか準備がいい子供もしかもなんか汗の上で垂らして口がすごいことになってお饅頭みたいな口になってカレーパンみたいなの食べてますね。<ん>カレーパンみたいなの食べてますね。んカレーパン,メロンパンがカレーパンどっちかですね。多分。これ肉まんにも見えますよね。ちょっとこの男の子の風貌からすると。どっちなんだろうわかんないですけど。 このお,お母さんだかお姉さんだか図書館集団ばってんですね。ここで食べてはいけません。それから、どびしゃい。まあ、恥ずかしがってっていうのは、やっぱ命令 <laughs> 文としては使わないと思うんですけど、その前にどんと置いて、どんびしゃい。まあ、高橋選手はわれたことがないんじゃないかなと思うんですけど、石岡 <laughs> 選手もわれたことがないんじゃないかなと思うんですけど、外国とかでよくその日本人ってあ、食べてくださいとかど、ご自由にどうぞって言われても、なかなか手出さないですよね。 うん、あとお腹空いてんのになんか自分から手出さないとかあと何がいいですかって言われても自分から言わないみたいなことがあると思うんですけどそうするとこういうの、ん「ビシャイはい」まあ。遠慮しないでって感じなんですけど恥ずかしがらないでっていうあのそう言って自分の食べたいとかそういうことを言うことを恥ずかしがらないでって感じで「どンビシャい」って。 であとね、私なんかよく言われるんですけど、別に痩せてないんですけど、肩幅がちっちゃいから、あの痩せてるって外国の人からは思われやすいんですよね。で、あのしかも、量も別にすごい小食じゃないんですよ。大食いじゃないですけど、だけど、普通に食べて、おかわりをしないと、ドンビシャイとか言われて、いや、ドンビっしゃじゃないんだけど、と。で、ああいうのダイエットとか言われて、なんかダイエットしてるの、いや、そうじゃなくて、元が多いんだよ、みたいな。なんか だけど、ドンビシャーとか言って、つまりおかわりするの遠慮してるんでしょみたいに言われることが多いんですけど、いや、もうアメリカのサイズはおかわり、もういっぱいいっぱいですとか思うことが多いんですけど、よくね、アメリカ人にこれ言われますね、ドンビシャーとか言って。んなんで、別にテレ屋さんとかそういうことじゃなくて、何かやることを躊躇していたりする時とかに、こういうことで、声かけに疲れたりしますね。 あと、誰かに促したり、もっと食べなさいよとか言ったりするときに、あともっと前に出なさいよとか言ったり、どんびっしゃーいとか言って。うん。照れてる場合じゃないのよみたいな。私は藤岡さんによく使います。日本語で。えぇ、そうなんですか海外行ったら。あ、海外行ったらそれダメですね。ダメです。<laughs> ダメですよ。もっとなんかガン,ガン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 前に出てください。そうなんですよ。はい、命令文で、さっきの命令文で。 どんびしゃい。どんびしゃいですよ。自分に言ってください。どんびしゃい。どんびしゃい。You、どんびしゃい。あんた、恥ずかしがらないで。<laughs> yes、はい。はい、で、表情を少し和らげて、何とかしないでくださいと言いたいときは、文頭や文末に please をつけます。だけど、please、どんびしゃいっていうことはあんまり場面的にないかなと思いますけどね。 Please don't walk too fast, みたいに、えー、そんなに早く歩かないでください、みたいな、あの物理的に何かしてほしくない時なんかは、Don't とつけた上で、Please をつけたりしますね。これも表現によりますけれども、それからしましょうですね。今度はお誘いです。なんとかしましょう。と積極的に相手を誘ったり、提案したい時には、メールの前にレッツを置きます。ですから、GoHome だと家に帰る。 家に帰れ !Go home!Go home! ってなんかよくデモ隊とかにやられてたりしますよね。うん、帰れ家帰れ家帰れ !Go home!Go home! って。で、今度、レッツつけると、ね、もう途端にフレンドになります。Let's go home! <laughs> お家帰りましょう <laughs> はい。この男の子。なんか可愛いですね。このひよこちゃんかなんか引きずっちゃって。はい。ママ、僕お家に帰りたくないよ。Let's go home! っていう感じですね。はい。お家に帰りましょうって。はい。 はい、それから、ドントとレッツの後ろは命令文なので、必ず動詞の原型が来ることを忘れないにしましょう。はいまあ、あんまりこれをなんか崩して使おうって人いないと思うので、あんまりこれ間違ってる人見たことないですけど、大丈夫そうですか大丈夫そうですか、高橋選手。大丈夫なさそうだ、はい。何が大丈夫じゃないでしょうか,あいやなんか命令文なので、うんはい、動詞の原型が来ることを忘れないにしましょうっていうのが、はい、ちょっと分からなかった。 分かんなかそういう、なんていうんですか、そういう頭で考えてみるとか、うん、なんかもう、そうですよね。だから多分、形でも、ね、go home とか、let's go home とか、うん、let's do it とかで、別になんか形がどうとかって、それでいいです。文章知ってれば、あのそれで大丈夫ですうん、うん。わざわざなんか変えて、あれ、これは三単位の関係あるのかなとか、そんなこと考える必要は全くないので、覚えてるもんは覚えてるもんで、ね、そのままパックリ飲み込んでください。ただ、仕組み知らないと応用が効かないので、まあ、一応、あの知っとこうかなぐらいな感じですね。うん、はい。 学生の場合にはあの、試験とかに出ますから、もれなく仕組み覚えておかないといけないんですけど、大人はそんなことはしなくて大丈夫です。はい。ということで、ドントとレッツのベえタとに、えー、とドーンとシャイとかね、こういうことやる人いるんですよね。いやレッツ高橋愛みたいな、なんかそ,そういう感じになっちゃう。<laughs> 高橋愛しましょう。しましょうみたいな。レッツ高橋愛じゃって、レッツ見て高橋愛ですよね。<laughs> 高橋愛に会いいましょうなな。んですけど、レッツ高橋愛みたいな結構だから日本人にとって固有名詞が来ればおかしいなってことはわかるんですけどなんか英単語を着ちうと平気みたいに思っちゃう人結構多いんですよね。うん 何年か前に私、FM 富士に出てきたことがあって、5年ぐらいコーナー持ってたんですけど、そのときに番組が、パーソナリティが変わるためにコーナー名が変わるんですよ。基本的に英語の映画のセリフを1個紹介して、どういう風に使うかとか、その発音とかを紹介するっていうコーナーだったんですけど、ある時に、Let's English Pronunciation っていう題名になって、コーナーが来て、相談されなくて勝手になってたので、なんか Let's English Pronunciation ってなってて、ほやっと思ったんですよね。動詞がないぞと、は。い だけど、だからプロデューサーも英語はあまりわからないので、あの違和感になくてそのまま通っちゃったみたいなんですよね。うん、だから動詞がなかったんです。それで、ちょっとあの英語が詳しい、ある国の大使の人に会うことがあって、なんか、いや、そういう番組になっちゃってて困ったんですよねって話をしたら、その大使の人はすごく、なんていうか、彼,彼はすご英語はできるので、余裕心に余裕があるんですよ。だからそういうものを楽しむっていうメンタリティを持っていて、いや、カナさん、いいんだよ、それでって。なんかゴロ、ゴロがいいから、それでいいよって。 だからあんまり細かいことは分かんないし、いいんだよ、それでって言われて、あそっか、そういうもんとしてやっとけばいいなと思って、1年間そのままにしましたけれども、そういうことを割と日本人って違和感なくしちゃうんですよね。本当<う>は、本当は何て言うんですか、じゃあ。Let's practice English pronunciation とか、なんかどうしなきゃいけなかったんですけど。私の,あの前、アインのいた会社で、はい、コミカライズしたような、はい、あの本があるんですけど、タイトルはレッツ s q u でした。 んコジキあれレッツコジキすごい <laughs> すごいですね。コジキしましょう。コジキしましょうみたいな。古ジキ。古ジキをどうするんですかコジキに、まあ、を学びましょうというかなんかコジキについての、うん、語りましょうみたいな。わかりやすくなんか漫画っぽくしたやつだったんですよ。ああ、じゃまあやっぱりレッツスタディ古コジキですよね,そうですね。そうですね。はい

うか、ん、だからグ,ーグ,グーグルするわって、なっちゃったんですね。えー、ちょうどね、しかも、先日、アメリカに住んでる友達と話してたんですけど、Amazon もそのうち、動詞になるんじゃないかって。I Amazon とか。I order to Amazon <ー>じゃなくても、I Amazon とか、3時間。<laughs> okay、あ、Amazon みたいな。なるほど。<laughs> ってなるんじゃないかって話があるんですけど、なので、えっ、ー、と、レのツの後は必ず動詞を入れましょう。Let's てのはちなみに、Let us の略なんですね。そうなんだ。 そうだから、let's sing だったら、let us sing 私たちを歌わせましょうってことなんで歌いましょうってことああ<ー>、明日、はい、なんだ。そう。そうです。そうですそうなんです。だから、let's eat the go, let's eat the go ですね。let's go, let's g o l e t ですね。はい。なんで、つこれ明日のねしょ宿泊で、let us なんですね。へぇ、えー、です。ということで、えっと動詞がないよ、どうしを忘れないように気をつけてください。 レッツタカシアにならないように気をつけてください。レッツコジきもダメです。レッツバナナとかもなさ、レッツイートバナナですね。レッツバナナ。レッツバナナとか、レッツイートバナナか、レッツイートバナナか、レッツイートバナナズ。でもなんかレッツの後に名刺が来るとなんか無条件に楽しそうですけどね。そうなんですよ。なんかいけちゃいそうな感じがしますよね。 レッツフィッシュみたいなか <laughs> 魚。魚釣りましょうって言ったような気分になっちゃう、ね。魚しようぜみたいな。魚しようぜみたいな。お魚くんですかみたいな。レッツボクシングとか言っちゃいそうになりますけど、うん、そ,うそうなんですよ。はい、ということになります、はい。あと、レッツシンギングみたいに NG もやりますよね。必ず動詞の言及です。はい。うんうん 高橋選手、目が泳いでますけど、大丈夫ですかいや。なんか確かにやっちゃいそうだなと思ったやっちゃいそうですかやないでください。ぜひやらないでください。<laughs> Please don't do it. i とか言っちゃいそうだな。やめてください。Please don't do it. やめやめます。はいレッツバナナとかね。レッツバナナそもそもレッツバナナ言う機会あんまないでしょいやなんかバナナ食べたい、めちゃめちゃ食べたい時とか、レッツバナナ。ちょっと持ってきてみんなで、レッツバナナ。レッツバナナってやめて、もうそういうね、悪いことを言うとみんなに印象がついちゃいますから、もうやめちゃいましょう。よくないですよ。よくないよくないです悪い癖慣習慣習です。まあ、日本に来て三か月です。そうです。いや私、日本ちょっとわかりますね。 はい、日本語得意です。はい、<laughs> ではね、ね理解度チェックをしましょう。いやもうすごい理解をしてくれてると私は信じていますけどね。はい。アカと言わて、理解度チェックです。さあ、じゃあ、心配しないで。これは藤岡選手がいそうだな。はい、藤岡選手、心配しないで。ど r どん。いいですね、はい。いい感じだ。勝てそうだな、んか試合で <laughs> <laughs>、えー。じゃあ、高橋選手、怖がらないで。はい、afraid うんなんかすごい無謀な感じがしますね。もう <laughs> 崖から飛び込めみたいな。どんなふういや、怖いんだけどな。なんかわいそうですよね、一瞬 <laughs>。無駄に勇敢な人って感じ。何か。どんな勇敢な人って。<laughs> 勇敢な無駄って大変です、ね。いや、もう根拠がない人って、勇敢に無駄に勇敢でなんかそのまま。無駄,に勇敢無駄に勇敢な人いませんか、そういう人も。いやいい、いいですね。何か無駄に勇敢。な人いませんか、そういう人も。いや、いいですね。何か無駄に勇敢な人いませんか。<laughs> 勇敢な無駄遣いです。これは高橋選手に向かって、スチュー選手に言いましょう。うるさくしない,い <laughs> <laughs> Please don't be noisy. そうです、はい、そのままでは開けてはいけません、高橋選手。はい、n t open the window、はい。はい、じゃあ、スチュー選手、行きましょう。Let's go! <S じゃあ、高橋選手じゃない、高橋選手、散歩をしましょう。Let's let take a walk. うん、計画ね、walk。 let's take a walk。うん、はい。じゃ、あ、藤岡選手、それについて話しましょう。let's talk about it。うん。ええー、じゃ、あ、高橋選手。あこれデブ症の人ですね。今日は外出はやめておきましょう。ええ。do not go out today。うん、な、もう一回。do not go out today。うん、やはりジャイアン系なんですね。キャラがね。<laughs> <laughs> あれ?そ。そうだよね。ちょっと待って。あれ?。そうだ。 どんと,ととレッツだから、レッツレッツ, <laughs> レッツノッゴーアトゴワウツそうそすそれさえ、もうね、命令してましたからしかも、どん<も>とやめて、どー not とか言ってましたから、怖いですよ。<笑>,笑けると怖くなりますから。外に出んな、みたいな。出るのはやめ, <laughs> やめておきなさい。やめて、おきなさい。やめときな、どん <laughs> とだと、そう、あのやめておき、やめときなさいって感じだけど、やめて、おきなさい。笑けてますから、ちょっと怖いんですよね。 どー not go out. <laughs> 強調しまくりです、ね。強調ですね。あの、ね、隔離期間に脱走したくせに人には外に出るなという高橋。でもあの、レッツにノットをつけるってう、なんか、うちらにとってはやりなれないですね。やりなれないですね。そこで私はね、すごいそうを考えたんですよ。じゃじゃじゃん。じゃじゃじゃん。ジャジャ東島にレッツノートってありましたよね。え知らないのか。知らない。<laughs> えー、東島にレッツノートってノートパソコンがあったって今でもあると思うんですけど。ああ 東芝のレッツノートっていうのは、うんとアップルのマックブックみたいなそういう商品名ですよ。レッツノート,レッツノートってひどい単語だな。名詞じゃないですか。そうなんですよ、ダメですね、これ。ダメじゃないですか。レッツノートを知ってるとっ,ったらレッツ、レッツノットって言えばいいか。レッツノナトと一緒ですよ、だから。<laughs> ダメですねなんか、世界の東芝が何をやってるんでしょうか。誰がそんな名前を許可したんだ。<laughs> レッツノート。 レッツノートですよね。ノートってどうになることもあるんですかあ、ります。あ、で、な、ノートあります。うん、ああ、なんかそういう意味でと書く、うん、って感じですかそうそうそうです。あのノート取る。え。あ、じゃあ書きましょうっていう意味ですかでも、レッツノート、そんなこと言うかな。そうですかレッツノートどうィって。レッツノートドウィット。やめときましょうみたいな。めやめときましょう。めょうやめときましょう。やめときましょう。レッツノートドウィット。

そういいですね。あらがってるってことでがってるってことです。そこを示したかったら、so, わあの私はやめてるけれども、today, let's not drink, quit drinking alcohol today. <laughs> <laughs> 今日は only today. オンリートいイの難しいんですよね。いや今日だけ、今日だけ、今日だけやめてやめるのやめておきましょう。<laughs> ややこしい人だな。ややこしい。ややこしい人だな <laughs>、はい。じゃあね、ちょっと復習で一緒にときましょう。<え>心配しないで。Don't worry. Don't worry. わからないで。Don't be afraid. Don't be afraid. うるさくしないでください。Please don't be noisy. Please don't be noisy. Don be noisy.、うん、そのま窓を開けてはいけません。Don't open the window. だからそれ高橋選手とかに言ったら「ドンセイッダメスいちゃダメスイッチダメ」みたいな「ダンセイちゃダメスれちゃダメ」みたいな <laughs> say あれな高橋選手こないだプリーズドンビノイズいって怒られたんじゃない <laughs> そうですかね <laughs> でもきっとそうですねはいはいだか noise いらうはノイズいって言われたかもしれません<う>ドンビーとかじゃなくてあんたうるさいんだよ いや、ノイズイ。そうって言われたかもしれません。いや、でも YouTube を見ていた世界の監修はそう言ってました。それほあのノイズーのやつはみたいな。a <laughs> リーズ、ーズドンと、うるさくしないでください。ドンとか、そっか。プ、はい、リーズにドンとって命令してるのに e、はい、リーズっていうのがなんかセットですね。だからしないでください。しないでください。しないでください、うんだこ。これを頼んでるって、しないことを頼んでるって感じですね。うんうん、で何をって言われたらその後に。 はい。あこっち主体ですね。しないでしないでください。しないでください。何をその窓を開けてはいけません d ん n t open the window Don't open the window Don't open the window んど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  Let's んどん e んど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 ん

Let's talk about it. Let's talk about it. うん。今日は外出はやめておきましょう。Let's not go out today.Let's not go out today.Go out today.Let's not go out today. じゃあ今日は、飲むのやめておきましょう ?Let's not drink today.Let's not drink today.You could have ないと思いますけどね。 一応、一応念のため、念のため言っときました。はい。で、えー、っとこの3番は、「Don't be noisy, please」も可ですね。で、出かけましょうは、えー、っと、んこれは8番、そう、えー、っと、出かけましょうは出発しようというときにも使えます。はい。 えなんで、えっ、ー、と、レッツゴーだから出発、出発進行みたいな感じですね。はい。それから、8番は、レッツノットとすれば、するのをやめておきましょうと言えますので、このね、ノット、二人とも違和感があったみたいですけど、違和感を持たないように、これに慣れてください。はい。ここまで大丈夫ですかはい。はい。さあ、では、お誘い、兼やらないでくださいを。さあ、どこまで習得してるか、できましょう。では、クイックレスポンスです。では、今日は、えっ、ー、とね、藤岡選手に先にやってもらいましょうか。 はい、遅刻しないで be late.、うん。それについては心配しないでください。しないで。えーっと、なんだっけ。しないで。<ん>心配しないで worry about it.、うん。今その窓を開けないで。ここで飲食するのやめてください。 Don't eat and drink.Here.Breeze.Mookai?Don't eat and drink here, p l e a s e n e g a t i v、うん、にならないで。Don't be negative.Negative.Don't、うんね、be negative.Humi ni i k、う、i、ん、m l e t s go to the beach.Nayes,、うん、な,なんかその夏っぽい T シャツを着て <laughs> Let's go to the beach. <laughs>、はい、会議を始めましょう。Let's start. ミーティング。なんか、悲にみに敏感に,になった <laughs>、えー。それについては後で話しましょう。Uh, Let's talk about it later.、うん、休憩しましょう。Let's take a break.、うん、今晩は外食をやめておきましょう。Let's not. え、なんだろう。外食。外食。外で食べる。

Let's don't go o じゃあ、ちょっとこれはゲームオーバーにしときましょう。<ー> <laughs> ねこれ言いそうですけどね、今日高橋選手に期待しておきましょうね。はい、じゃ遅刻,、えー、遅刻しないで。え遅刻しないで。えっと、don't be late。うん。それについては心配しないで。don't, don't, d don worry about it。うん。その窓、今その窓を開けないで。don't open the window now。うん。ここで飲食するのやめてください。 飲食するのやめてください。どんいっあんじんきゅう。えっと、やめてください。プリーズ。はい。<laughs> つけないと思ってる。<laughs> ネガティブにならないで。ど e ぴネガティブ。うん。海に行きましょう。えー、レ o t ゴート e ビーチ。うん、いいですね。そのマリン、ボーダー T シャツを着て。<laughs> これも、これもマリンですね。これもマリンですね。はい。はい、ええー、会議を始めましょう。はい。え t レッツスタート e e t i n g うんえー、とそれについては後で話しましょう。休憩しましょう。休憩しましょう take a break.、うんえー。今晩は外食をやめておきましょう。今晩は外食をやめておきましょう。えー、Let's not, let let not go to the restaurant. <laughs> まあ意味的には同じですけどね。レストランで食べることになってる。レストランでとにとか。外食ってく意味で外食ってそうですよね。<laughs> <う> Let's not go out to eat dinner.Dinner? あれ今晩,は、まあまあ、今晩だからね、ディナーですよ。そうあ今晩朝ごはん食べるわけはなよ <laughs> あ今晩。今晩だから、レッツ。 はい、ファイナルアンサーですね。はい、なんかちょっと。はい はい、じゃあ、えっ、ー、と、正解に参ります。<laughs> でも、なんか、今日あのな次第に二人が出来がよよくなりすぎちゃって、ちょっとだんだんつまらなくなってきて、ね <laughs> まあ、たまに、すごい、ひょっこり、すごいやが出てくるですひょっこり、すごいやつね。ひょっこり、すごいやつが出て,、ねがね、出てきて、もう、びっくりすることがありますよね。1番ひょっこり、すごいやつ、ね。ひょっこり、もう、ええー、みたいな。もう、びっくりですよ、本当にもう、びっくりどころじゃん。心臓が止まりそうになりますよね。ねはい。 そうですね、心臓三つぐらいないとね、もう飛び出してきちゃいますね。びっくり、ひょっくりひょうたんじまです。はい、ええー、じゃ、いくちばんですね。これはまあ、簡単、どんび、らい、と。遅刻しないで。はい。それから、それについては心配しで二人ともこれね、don't worry about it って言ってましたけど、確かに、この訳からするとね、そ、それになっちゃうんですけど。今回はね、だとになってます。don't Don worry about that。don't worry about that。で、えっ、ー、と、今、その窓は開けないで、don't open the window now。 オープンンのウィ2、うん、二人とも、ね、ちゃんとダがついてましたね。あのやはり、あの名刺の時にしにこく言いましたからね。のことはあの会ってやっちゃうと、あのどこでも <laughs> 家の中のどれでもいいからその窓になっちゃいますからね。はい、ちょっとかなり曖昧性が高い。喧嘩のもとになるような会話になります。はいえー、それからここでるのはやめてください。Please don't eat and drink here. でまあなたは、あな、えっと、た、えー、ととのではのす、あなたは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 、あな d は、あなたは、e なたは、n なたは、あ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  a たは、あなたは、あなた eat and drink. 弱く強く弱く。あ,じゃあな、えっと、eat and drink なたは、あなたは、<Eat. S 1> 強くなたは、あなたは、a なたは、あなたは、あなた a あなたは、あなたは、あ Please don't eat and drink here. Please be a そうでネガティブにならないで、ドンビネガティブ。ドンビネガティブ。これあの、今ちゃんと出てるんですけど、結構長い単語なので、2人ともね、部が聞こえなかったんですね。えー、なんでかっていうと、根、えーねね、のところの絵の息の出し方が弱いと、最後まで音が届かないんで、ネガティってことはネガティブ。ネガティブ。ィブうん、そうです、はい。ポジティブもそうですね、ポジティブ。 そうです,、うん、そうですはい。で、海に行きましょう。Mm hmm. Let's go to the beach.Let's go to the beach.beach. で、これ、大人の英会話のところの4番に書いてありますけど、Let's go to the sea とは言わないんですね。Mm hmm. はい。ビーチに行くんですよ。あの、シーって言っちゃうと、まあ、なんか甘さん <laughs> 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 お気に入りです、魚取りに行くだっていうふにと、<laughs> ね、<laughs> 漁師に行く、ね。漁師、そう、甘さんか漁師になっちゃうので、そ, <laughs> その場合には言いますけど、甘さん行くにビーチって言うと、なんか、え、なに、海入らないの、日よってんのみたいな感じで<ー>、うん、いや、今日はちょっと、海が荒れてるからとか、何、日よってんのみたいな、ね、感じになりますので、はい、ちょっとおかしなことになります、まあ。書いてあったから平気だったと思うんですけど、海っていうと、皆さん、スイって言いたくなると思いますから、海に行くっていうふうになってください。いや、これ、ビーチって書いてあったら、かぶって、シーって言ってますよね。になってますよね。<laughs> <laughs> アマさん、アマさん、アマさん漁に出ましょうみたいな感じ漁に出ましょうみたいな。まあ、でも高橋って言ったら不思議じゃないですよね。まあ、ちょっと森でも持って漁に出るかみたいな。<laughs> 釣ってきたぞみたいな。<laughs> 釣りざとかじゃなくてこうさしてくる。<laughs> そうだなね、それか、ウニ取ってきたみたいななんか。<laughs> そういうことは、つもぐり系ですよね。まあ、はい。うん、なんでビーチです。で、会議を始めましょう。Let's start the meeting.Let's start the meeting. Start the meeting.、うん、だから言った、Let's start the meeting.

<Later. S 1> レイターもついでにフラッピングと言ったらよ ngas、later。<Yeah. S 1> Let's talk about it later.L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 ater. let's take a break。うん。で、よく日本人は take ってね、けの後に思いっきり余分なうを入れちゃうので。これ、間、後にちょうどに、ね、あがいますから、一緒に発音してて take かって言えば、うが入りません。let's take a break。let's take a break、うん。うん、そうです。それから、mm hmm. let's not eat。これそう、これですね。あの、外食の、ね、イートアウトって言うんです実は。あ。Ah. うん。 イートアウトですね。レッツであのさっき藤岡選手も高橋選手もかな、レッツドントって言ってましたけど、レッツとドントは、ね、一緒に行っちゃいけないんですね。そうなんそう私は言ってません。言ってませんお。容疑をかけてすみませんでした。<laughs> <laughs> 容疑者、うん。常に私の容疑をかけてます、ん。からり、ね、の <laughs> 上で見ると、ね。あるんじゃないのかみたいな。どう <laughs> したそういう仕事ですかそうドントじゃないんですよ。なんでですか なんでですかえ、これやったじゃないですか、古川さん。戻ってください。ははやったじゃないですか。このようにやったじゃないですか。そうなんです。どうだっけどんどは、と、レッツの後ろはメレブなので、酒を飲まない日はありませんみたいな話したじゃないですか。何、何酒を飲まない酒を飲まない話したじゃないですか。酒を飲むのはやめましょうっていう。酒を飲まないでおくのはやめましょうか。Let's 全然。

イートアーツない。そう、イートアウトで外食するってことね。イートアウトでイートアウトで一つそうそうそうです。食べる外で外食する外で。はい。イートアウト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 。うん。例えば私外食しませんって言ったら、I don't eat out。I don't eat out。ああ。はい、あまり外食しまない、I don't eat out often。とか とい、uh, うん、たしとあの大の英会ポイントを見ておくと、えっ、ー、と Let's not be late だと遅れないようにしましょうですね。レッツドン o n t be late とはですね。l ッツ s n o ビーレイト t e うん。Let's not で、n t eat and drink、uh, here, please. 二人がこう言ってましたね。それから六番は、えー、っと、Let's go to the beach は、えー、っと、go to the sea だと、沖に入り出るってあの意味になっちゃうので、アマさんと両親以外はあまりいません。はい。で、映画に行くだと、えー、っと、go to the movie で、銀行に、えー、っと行くも、go to the bank 両方で段になりますね。うん、で、七番は、これ、Let's start the meeting は、Let's begin でもいいんですけど、えー、っと、スタートか begin を使います。Let's start the meeting.Let's begin the meeting. はい、あと、Let's get started っていうのもよく使うんですけど、<ー> Let's get the party started だからじゃあパーティーを始めるぜみたいな,な。Let's get, Let get the party started って言ったりしますね<ー>、うん。パーティーを始めさせるみたいな言い方なんですけど、それくなんでよく使います。ピンクって知ってます歌手の、うんうん。ピンクの歌でありません、ね。Let's get the party started って、えー。チャーリー・エンジェルの、えーと ルーシー・リュウとか出てきた時の、キャメロン・ディアスとか出てたやつの、チャーリー・ツ・エンジェルの、うんとね、バイクで、なんか、みんなでブーオンって走るシーンがありま、うん、<laughs> のシリーズでね、あそこで、でつ t たパ e t ー h ー・ party 出てきますね。うん、はい。ってな感じです。 はよくなんか英語のレッスンの始めに先生がいます、ね。ああ、なんか、Let's get started! とかね、はい、はいはい、そう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  t うそ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 うし、まあ、言わ言うそ、ね、うそ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  はい、じゃあこれにて命令文は一件落着ということで。一着,一件落着